鳥居神社に来ました。ここはですね、鳥居がない神社ですね。今ここにちょっと見える、これはまあいわゆる、まあ、鳥居と言えばいいのか、昔ながらのやつですね。 木に渡して、針金で渡してるかな、これね。こう締め縄が、で宮司さんがですね、あの伊保神社と久米神社の神社ですね、とご一緒の宮司さんのとこなんで、御朱印とかいただきたい方は神守と伊保を先行ってから久米に行くとちょうどいいかもしれないです。玉酔姫、山を祀ってる神社ですね。飛行歩行で美濃彦と皇后の豊玉姫の御事、とその子様のうがやふきあずひの御事を三八章、ですね、してるそうですけど、鳥居がないっていうのが特徴ですね。ここは御祭神が天つかみである国つかみの水端白い大きい鳥でなくてはならないということから建ててないと。したがって氏子の家も門を作らない、あ、氏子さんも門を作らないですね。鳥居を作っちゃいけないとというのと、氏子さんの家のところにもなんか門を作っちゃいけないというしきたりなんだそうです。なんかいろいろなしきたりがありますね。聞いていて、上さんと話をしてて、ああそういうところもあるのかと思って、再生をこちらから入れてください。ちょっとこう虫っていう気をつけてください。気をつけてください、虫って言ったんです。再生に入れるところ、こちらが多分年神様のお屋敷だと思うんですよ。ちょっと本で鳥作っちゃいけないって言われちゃう、でも鳥がない方が、てかうちに門がない方がいいですよね。こうたまにあの危ないとこ結構あるんで、あってね、ぜひこちらも参拝ください。鳥のない神社だから珍しいって言えば珍しいですね。全国的にも割と私が知ってるところだとあと一つぐらいですね、あるんですけど、そこぐらいじゃないですかね。入りきらないし、科学的に。もうちょっと広角レンズが欲しいですけど、ビデオカメラも、まあ、しょうがないですね。あまり言って、あまりにもやりすぎて、自撮りで頑張りすぎて落ちるなんて人もいますからね。あれ、自撮りで落ちるの多分ね、後ろに下がりすぎなんですよ。気をつけてくださいね、本当に自撮りは。ここは多分ね、木の枝がかかるから、こういう庇しをかけてるんだと思うんですけどね。はい、ぜひ参拝してみてください。